新しいあのライブの形をなんか見つけられたというか、まだまだこう挑戦していくんだぞっていう気持ちで、こうまだなんていうの、私たちも成功するか不安だった部分とかももちろんあったけど、皆さんを信じて今日までやってきて本当に良かったなと思えるライブになりました。皆さん、今日のライブどうでしたか？7人ラストライブからちょうど1年、5人になってもこうやって自分たちのライブが大好きで、自分たちもこうやって皆さんと一緒に楽しめる空間を作れてることを本当に幸せに思いました。ありがとうございました。そんな進むことを選んだ私たちから、いつも応援してくださる皆さんにお知らせがあります。アップアップガールズかっこかり、12月27日全曲ライブ開催決定しました。80曲あったんです。曲にしたら約6時間なんか正直もちろん無謀なチャレンジだなって、自分たちは大変だなって思うけど、それでもやりたいからやるっていうのは、なんて言うんだろう、なんかまあはっきりこう言ってしまえば、私たちなんて言うんですか、私たちが勝手にやりたいことみたいな正直なところもあるけど、こうやって皆さんが喜んでくれて本当に安心したなって思ったし、私たち707年8年目になって、たくさんこう曲をいただいて、こうやって最近では自分たちでライブのセットリストとかを決めさせてもらえるようになったんですけど、なんかその度にね、あの曲もやりたいなとか、この曲よりあっちの方がいいかなとか、なんか自分たちで本当に自分たちの曲が一曲一曲どの曲も思い入れもあるし大好きで、本当にハップアップガールズかっこかりの曲は全曲勝負できる曲だと思っているので、その曲を改めて一曲一曲皆さんに届けられる機会があったらいいなと思って、もちろんアップアップガールズかっこかりは挑み続けるグループでありたいなと思うからこそ、こうやって全曲ライブというものを私たちも悩んだんですけど、開催させてもらえることにしました。もちろん正直皆さんも心配だっていう方もいると思いますけど、そこの部分は私たちも一生懸命ちょっと体力に自信があるよっていう方も、ちょっと落ち着いて聞きたいなっていう方も、皆さんが楽しめるようなライブを作っていけるように頑張っていきたいなと思いますので、応援していただけたら嬉しいです。そして、まだ会場を発表していないんですけれども、はい、12月27日5人になって初めて ZEP 東京で開催したいと思います。こうやって
って9月昨年の9月15日 ZEP 東京で7人でのラストライブを行ってから丸1年経って今日ここでライブができて、そしてこの会場で年末に ZEP 東京に立てることを発表できることをすごく嬉しく思います。ですがやっぱり1年大変だったなって思うことももちろんたくさんあって、でも私たちは進んでいくことを選んだ以上挑戦することを諦めたくないなと思ったので、みんなでしっかり話し合う機会ももらって、みんなで覚悟を決めて全曲ライブを開催することにしました。今の5人にはちょっと難しいチャレンジかもしれないですけど、でも覚悟したからにはがむしゃらになって走っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんもここにいる皆さんはここにいる皆さんが来てくれても埋まらないんですよ。わかります？そうなんです。そう、無理なのそれは。だからもちろん私たちもこれからもっともっとたくさんの人にアップアップガールズかっこりを知ってもらって応援してもらえるように、そして全曲ライブに遊びに来てもらえるように頑張っていきたいなと思いますし、皆さんも一緒に、戦ってもらえたら嬉しいなと思いますので、ぜひねお友達とか誘って12月27日 ZEP 東京に遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。そんな部分があったりして、なんかこうやってちょっとかっこ悪い部分も見せたりしてますが、でも自分たちがやりたかったライブなので絶対に楽しい全曲ライブにしてみせます。はい、皆さんの応援次第では12月27日までにまだ曲も増えるかもしれないし、まだまだ走ることをやめないアンパップガールズかっこりを